ママさんお悩み相談会。イエーイここまでやってきましたが、皆さんいかがですか？ちょっと温まってきましたか？ちょっと僕は噛んでるわそれでは早速ファンの皆様のお悩みを読ませていただきたいと思います。子供が野菜嫌いで困っています。少しずつでも克服させてあげたいと思うのですが、いい方法はありますか、というお悩みをいただきました。うちはもう相談者さんと同じなので何も答えられないんですけど2人ともすごい偏食で、野菜一切食べないんですよね。あら、もう我が子はちょっとうどんでできてるんですけどもううどんがなかったらもう今このあの子たちはこの世にいない感じでも上の子がこう3歳を過ぎたらへんで幼稚園でお弁当を食べたりすることがあって、それから少しずつ食べられるようになったので、まあ、相談者さんのお子さんがどのぐらいかわからないんですけど、もうみんなで食べる機会とかがあると、まあ、ちょっとずつ食べれたりとか、あと家じゃない場所、おばあちゃんの家とか、なんかちょっと食べれたりするので、まあわからないです。私も聞きたいぐらいなんですけど、あんまり焦らないで、子供が忘れた頃にちょっと味見とか作ってる時に、はい、ちょっとこれ味見してとかで少し食べさせて慣れさせたりとかぐらいしかちょっと私も思いつかないですねなのでちょっとママの先輩であるハムコさんとミサエさんにお伺いしたいです。これはうちも結構野菜食べなくて、確かにあの今ヘミコさん言わはったみたいに保育園行き出したりするとみんなが食べてるからって言って結構一緒に食べてくれるとか、子供たちがお家に来た時にこうみんな食べてると結構一緒に食べたりとかするので、その時にこう野菜をふんだんに入れたメニューをまだと作ったりとかして食べなきゃいけないように追い込んだりとかはしてましたけど、でも基本本当にこっちも麺でできてると思うのでラーメンとうどんとそうめんだけでいけるぐらいのもうほんまにご飯にふりかけかけたらこれは野菜やとか自分に言い聞かせたり、もうフルーツジュースもあれは野菜って私の中で言い聞かせたりとかしながらやってたので、本当に野菜で食べない子は食べないですね。食べる子は食べるしっていう感じで私は思います。なかなか答えになってなくて申し訳ないですけど、いい食べないでも皆さん苦労してますよね。やっぱ幼稚園小学校行くと食べてるらしいんですよ。家だと食べてないけど、ランチカードっていうもぐもぐカードだったかな、なんか全部食べると先生がハンコを押してくれるっていうカードがあって、それが欲しいために幼稚園では食べるらしいんです。でもうちでは食べないけど、使い分けてるじゃないけど、大人だってオンとオフがあるから幼稚園で食べてれば、家ではそこまでうるさくしなくていいのかなって、あとうち家庭菜園を結構やってて、ピーマン家のだと一口だけ食べます。だから家庭菜園ももしかしたらいいかもしれないです。一緒に育ててる感じなんですか？はい、今ちょうどいい季節ですよ。トマトとピーマン、ナス一緒に育ててると食いたくなりますよね、あ、ちょっと僕すごい共感するエピソードがあって、僕大根が食べれなかったんですよ。なんか大根の匂いが気持ち悪くなって子供の時食べれなかったんですけど、おばあちゃん家で育ててた大根を自分で掘って料理するの手伝ったら愛着が湧いてきて、で結果的に食べれるようになったので、これ自分で取ったりっていうのが家庭菜園となんか育てたりってできるので、苦手意識よりももしかしたら愛着の方が勝って食べてもらいやすくなるのかなって今思ったりしました。今の話ってすごいためになる気がする、はい、本当ですか？でもよく言いますよね、なんか野菜作ったりとか料理を一緒にやると子供もそれは食べてくれるとか聞いたりするので、料理しないのもありですね。そう、少しめんどくさいんですけど一緒に混ぜるのをやってもらったりとか、盛り付けるのを一緒にやってもらったりとか、それだけでももしかしたら食べてくれるかもしれない。最初はね、味見からとか始めてちょっとやってみるみたいな感じでやってみていいかもしれない。次の質問に参ります。イヤイヤ期、夜泣き、兄弟喧嘩など怒りや悲しみの感情をコントロールすることがうまくいきません。皆さんどうやって感情をコントロールされていますか、という質問です。
感情コントロールできてたら心理知らないですよね。でも一個言えるのはその何だろう、コントロールしなきゃって躍起になりすぎるとそれはそれで逆効果かなっていう気もするので、うん、か外出て大声出すとかも私めっちゃやってましたし外出てとか叫んだりもしてましたし、戦んかったらえっかぐらいのもうギリギリのラインというか、そんなんで必死で乗り越えてる時期もかなりあったなと。もうでももう致し方なく怒っちゃった時は謝って子供にもちょっと声出しすぎたよとかごめんねとか後では必ず言うようにはしてるんですけど、謝りゃいいってもんではないけど、ちょっとずつ許してあげるポイントを作らないと、そうなっちゃ絶対ダメってしちゃうと我慢した分こうすごい勢いになって出てくると思うので、やっちゃったけどもごめんっていうことで自分の中ではもう許してあげようぐらいの気持ちでいたような気がします。みんなどうしてるんですかね。感情のコントロールしてない気がしますね。泣きたい時は泣くし、全部子供に見せてる気がします。そんな怒るようなことないですよね。あんまりいいこと聞かなかったりとかしないですか。聞かない時は怒りますね。それがストレスになったりとかはしないんですか。あ、そうですね、そうストレスだと自分が思ってない気がする。私子供にはあんまりないかな。どっちかというと旦那の方が、ね、子供はだってしょうがないじゃないですか。何にもできない状態で生まれてきたんだから、だからなんかしょうがないかなってすごい多めに見てます。感情のコントロールですよね。できないです。私ももう毎日怒って毎日反省して毎日謝っての繰り返しですね。本当は怒りたくないですけどね。でも夫は絶対怒らないので、誰かが言わないとって時は私が言うしかないし、本当に怒るような内容なのかなってたまに自分で聞いたりはします。自分の中で今怒鳴ってるけど私こんなに怒鳴る必要あるのかなって我に返ったりはしますね。本当にこう命に関わることとか、まあ、他のお子さんを傷つけちゃうとか、そういうのはまあ絶対怒った方がいいと思うんですけど、本当に今必要だったかなって思うようになってからは少し落ち着けるようになったかもしれないです。そこの基準ってもう自分しかないですもんね。そうですね。なんかこう野菜を食べなすぎて怒ったこともありますけど、でも私も食べたくない日はあるしなとか、確かに確かに。なんかこうおやつをなんだテレビ見ながらご飯基本的にあんまりさせたくないんですけど、でもテレビ見ながら食べるの楽しいしなとか、なんかお風呂入りたくないって言った時もお風呂もめんどくさい時もあるしなとか、確かに自分で考えて考えた時に今そんな怒る必要なかったかもとか考えると少し気が抜けるかもしれないです。なんかまあ生きてればいいかなっていう、みんな元気で出た方が楽しいし、まあでもそんなうまくいかないんですけど、でもそんな感じですかね。あんまりこう枠にはまりすぎない、はめすぎずにね、みんな自分が楽、あとはまあ自分を大事にしてほしいですね。お子さんのことが多分メインになっちゃうと思うので、まあ、自分の好きなものを買うでもいいし、好きな場所に行く5分だけちょっとお散歩してみるとか、まあ、旦那さんとか周りの人に頼んでちょっと時間を作って自分を大事にすると結果子供にも優しくできたりするので、なんかさっきも絵も話もそうでしたけど、好きなこと自分がやってたらね、子供ももしかしたらついてくるのもあるかもしれないですね。あとはもう自分の子供なので自分ができないことは子供もできないのであまり大事すぎない、まあ私もできなかったしなみたいなぐらいで考えるとちょっと怒りも収まるかもしれない。いい話ですね。では次の質問いきたいと思います。旦那さんが子供にすぐ怒るのがストレスだったり、生活する上で意見が食い違うことがあったり、分かり合えてない気がします。皆さんは旦那様とどのようなコミュニケーションを捉えていますかという質問です。でもうちは私が怒ってばっかりで夫は何の反論もしてこないので、夫が怒られそうなぐらいなんですけど、そうですね。でも男の人って
え、まあ、わかんないです。くくらっちゃいけないのかもしれないけど、言わないとわからないので。そう、ほんとそう。女の人は言ってほしいじゃないですか。でも察することはまあほぼ 100% 不可能なので、やっぱり自分がしてほしいことは常に言った方がいいのかなと思います。あとはもうやってくれたら、うん、とにかく褒める、ありがとうを忘れないですかね。なんかやってくれたなって思ったらすかさずありがとうは言うようにしてます。なんか当たり前にしないことですかね。そう、だからもうやっぱコミュニケーション不足って言ったら失礼かもしれないんですけど、やっぱり会話を増やすことなんですかね。お互いの妥協点を探していくのがいいかと思います。そもそもやっぱりこう分かり合えるっていうのが幻想やと思うんですよ。あの人の気持ちって自分でも私今なんで怒ったんやろって分かれへん時もあるぐらいやから、自分の気持ちですら分かってないのに相手の気持ちなんか分かるわけがないので、カウンセラーやから分かるんでしょみたいにめっちゃ言われるんですけど、カウンセリングやればやるほど本当に人の気持ちって分かれへんなって実感していく毎日なので、もうそれも分からへんもんなんやっていうのはまず第一に私も思うところなんですけども、やっぱりそのなんかこうよく旦那は新入社員なんやみたいな例えあるじゃないですか。何にも知らんし何にも分からへん、その育児に関してですけど、まあ、ほんまに1から10まで指示していかないと分からないし、例えばお皿洗ってねって言ったら、私の中ではお皿洗うってあの残ってるご飯をちょっとゴミ箱に捨てて、ちょっと水で流してで食洗機入れてとか、食洗機中入ってた出してとか、それ全部あるんですけど、旦那にしてみたらお皿洗ってって言われたらやっぱお皿洗うしかないから、全部こう排水口とか詰まるのに全部の入れちゃったりとかするから、なんか最初にこうまず落としてとか、逆に私がもう全部残り物捨ててから洗うだけの状態にしておくとかまで最初はやっぱできないですし、すいません男性やのに男性みんなできないわけじゃないんです、うちの大丈夫。でもやっぱりそういう、なんだろう、結構ね、お母さんみんな万能なんですよ。育児もやってるし、家事もやってるし、いろんなことが自分ができるから、旦那さんもできて当然やし、同じ道来てんねんから見てるしできるやろって、多分みんな思ってはると思うんですけど、旦那さん多分ママほどほんまにできへんので、ほんまに言ってあげるとできへんねやろうなと思います。うちの場合はもう、だいぶそれも、だいぶやってくれるようになったんですけど、最初は本当に、あんなも教育なんすね適材適所というか、私にできることと旦那のできることって違うから、そこをうまく見つけられればストレスはなくて、さっきの食洗機の話みたいなことがやっぱり日常がいっぱいあるから、それをうまくここはこう解決しよう、ここはこう解決しようってフィットしていけば全然楽しくなりますよね、生活は。最初はやっぱりそのフィットを見つけられなくって喧嘩も結構してたんですけど、今結婚7年目でほとんどしなくなりました。最初の3年がやっぱり一番、もう本当に喧嘩ばっかで大丈夫かよって思ったけど、意外とそこを乗り越えるとどうにかなるから、相談者さんが結婚何年目かわからないけど3年目までは喧嘩は多い夫婦が多いと思います。相談者さんですね、旦那さんが子供にすぐ怒るのがストレスっていうふうに言われているんですけども、こちらについて何かいいアイディアがある方いらっしゃったらちょっとご意見いただきたいんですけれども、もう性格だから、旦那さんを今更変えるっていうのはとても大変ですよね。だからそこを一回受け入れてあげて、自分ができることは何かって考えた方がいいのかな。すぐ怒っちゃう人の心理って何なんですかね、白目さんなんかいるじゃないですか、怒りっぽい人。あれはどうケアしてあげたらいいんですか。ケアか、いやでも今言わはったみたいにもそれがその人のコミュニケーションツール、今までもそういう形でコミュニケーションをいろんな人と取ってきた人だし、もしかしたら親御さんにもそうやってされてきたかもしれないし、怒ると物事がスムーズに進むことって多いじゃないですか、要求通ったりとか。あんまりいい方法じゃないけど、それがその人にとったら今最善の方法なので、怒るなっていうと確かに今村浜子さんおっしゃったみたいに余計に固くなんなっちゃって絶対に
変わらないと思うので、ケアっていうと難しいですけど、変えようとしないのはケアかもしれない。 あなたダメだよって言って変えなきゃっていうのを言い過ぎるのはケアにはならないと思う。その人の多分論理があるんでしょうね、きっと。おそらくで、それを許せとか、それでもいいよっていうことではないんですけど、そこを変えることに労力使うのはなんかちょっと違うような、どっちか言ったら怒られた後の子供の気持ちをね、ケアしていく方が大事かもしれない。急には変わらないのでね、パパが今怒ったのはあなたが悪いからじゃないよっていうのを後で言ってあげるのも大事だし、怒られたにしてもこういう理由があったからとか、怒られたの怖かったよねっていう方をむしろやっていくのが今は大事かなと思います。なるほど、ありがとうございます。なんか私この質問をパッと見て、旦那さんをどう変えるかみたいなところに行くのかなって思ったんですけれども、それよりかは私がしてあげられることをやるっていうことが大事なんだなって、すごい勉強になりました。ありがとうございます。それでは今見てくださっているファンの皆様へお一人ずつメッセージをお願いします。みさえさんからお願いします。いつも、私の作品をご覧いただいてありがとうございます。皆様にちょっとした笑いをお届けできるように、それからいつもの頑張ってるママたちがふっと息を抜けるようなお時間をちょっとでも提供できたら嬉しく思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございますそれではグラハムコさんお願いします。いつもありがとうございます。私も笑ってもらえたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。では最後にゆぐじゃかさんお願いします。フォローしてくださってる方本当にありがとうございます。少し余裕が出てきたのでそろそろ再開するかと思うので、気長に待っていただけると嬉しいです。また皆さんとインスタ上で交流できることを楽しみにしてます。よろしくお願いします。ありがとうございます。後半はこれにて終了となります。いかがだったでしょうか。前半後半振り返ってみて感想いただければ嬉しいんですけども、どうでしたか。最初はもう緊張してたんですけど、だいぶ打ち解けてきた頃に終わっちゃう好きなところで、もっと話したいことはあるし、でも今までずっと紙で表現していたことが自分の口からってなると簡単かなと思いきや、もっと難しかったです。普段やってないことだから。うん、いろんな表現の仕方があるけど、嬉しい恥ずかしいみたいなそう、じゃこれちょっと声でも発信してもいいんじゃないですか確かにじゃあお手段も楽しみにしてください。楽しみにしてます。やっぱり初めはすごく緊張してたんですけど、大人の方と話せて楽しかったですお疲れ様でした。なるほど本当に普段子供たちが話してないので、今ここで話してる部屋は夫がテレワークで使ってる部屋なんですけど、隣から子供と夫の声がめっちゃちっちゃい声で聞こえてきて、あ、こんな気持ちで仕事してんのかなって思って、ちょっと新鮮な感じでした。でも子供が絶対入ってこれないようになってるので、ちょっと羨ましいなっていういいなって思った気持ちが分かりました。すごく楽しかったです。よかったです、はい。私ももう本当にもう2人に会えるのがすごくワクワクしててだからもう実際で最初はすごく緊張してて、いらんこと言ったらあかんな思ってちょっと猫かぶってたんですけど気がついたらなんかベラベラ喋ってていらんこといっぱい言ったんちゃうかな思って振り返って反省してますまたこれを機にまたお付き合いしていただけたら嬉しいです。はい、皆さんありがとうございました。ました、はい、K-美術部のチャンネルでは今後も素敵なイラストレーター様をお呼びして楽しい企画にチャレンジしてまいりますので、よろしければぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではグラハムコさん、ゆみちょこさん、白目みさえさん、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。それではまた次回の動画も楽しみにしてください。またねバイバイ。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。経営美術部は新入部員をどしどし募集中です。入部はチャンネル登録ボタンを押すだけです。また、経営美術部のコミュニティも運営してますので、概要欄で詳細をご覧ください。また見てくださいね。